さまざまな人が行き交う東京、その中心にあるのがこのカフェラウンジ。居心地のいい空間、音楽、トーク、都会の喧騒を忘れさせてくれる時間がここにはあります。グランドセイコープレゼンツ、マイタイムマイストーリー。こんにちは、松下奈緒です。この番組グランドセイコープレゼンツマイタイムマイストーリーでは、心躍る瞬間をキーワードに、願いが叶った時や達成した時のこと、過ごしてきた時間、現在、そして未来についてゲストをお迎えして伺っていくのですが、ここまでの3週は番組をスタートしたということもありますので、私松下奈緒の心躍る瞬間をお届けしてまいりました。まあ、ワンちゃんのこと、今ハマっている洋裁のこと、ちょっと身の回りのことをねお話ししてきましたので、10月最後の週となる第4回目は朝ドラのお話をしていきたいと思います。松下奈緒がお送りしています、東京 FM グランドセイコープレゼンツマイタイムマイストーリー。今月は私松下奈緒の心躍る瞬間、過ごしてきた時間、現在、そして未来についてお話ししています。さあ、10月最後の週、私の心躍る瞬間は朝ドラとの出会い。朝ドラゲゲゲの女房はですね、2010年放送でしたから、時計の針をですね2010年に戻していきたいと思います。まあ、初めてヒロインをやらせていただいたあの日からですね、もう13年経ちましたけれども、やっぱり忘れられない、心躍る瞬間でしたよね。まあ、改めて感じますね、あの作品と出会えたから今の私があるっていうのはね、本当にあの日々、まあ、感謝をしていますね。当時その朝ドラのヒロインっていうものは10代のこう若い方たちがなっていくっていう印象がねすごくあったんですけども、朝ドラのヒロインが決まった時はもう25だったので、もう私はチャンスないだろうなと思ってたんです。まあ、それまでその朝ドラのオーディションっていうのは何回かね受けたこともあったんです。なんですけど、まあ残念ながらあのヒロインになったことはなかったんですけど、最初ねマネージャーさんから電話かかってきて、朝ドラ決まりましたって言われたんです。で、あーとかで、ちょっとそれだけでも結構こう心躍りすぎちゃってパニックになってたんですけど、こうよく聞くと、なんか私の中ではそのヒロインにまつわる人物なのかなと、家族とかお友達とかなのかなと思ってたんですけど、ヒロインです、えっていう感じで、本当にあの信じられなくって、人って予期せぬことが起こると何も考えられなくなるんだなっていうか、大きな声で嘘とかわーって言えなくなるなと思って、それぐらい本当にあの信じられなかったし、嬉しさとどうしていいのかわからないっていう、すごく混乱した心躍る瞬間だったんですけど、まあその状況はすごく今でもよく覚えてまして、でまあ本当に今でもなんかうるうるするぐらい、この曲には本当に支えてもらいましたし、現場でも聴いていたし、今でも大切な一曲です。松下奈緒がお届けしています、東京 FM グランドセイコープレゼンツマイタイムマイストーリー。ここからはリスナーの皆さんに改めて私松下奈緒のことをよく知っていただこうということで、ちょっと自己紹介的なねことをちょっとお話ししようかなと思いますけれども、私はもちろんこういうねあの女優さんとしてのお仕事もそうですし、また音楽家としての活動もそうですし、まあ、いろんなことをやっております。まあ子供の頃からね、こうピアノをやっている、どうしてもインドアだったの？みたいなことをね、まあ聞かれることもあるんですけれどもね、全然インドアではまあなかったですね。まあ本当自然豊かな場所であの育ったので、遊ぶというとまあなんかね、こうカエル捕まえたりとか、カブトムシ捕まえたりとか、まああとはね、キャンプに行ったりとか、スキーに行ったりとか、結構あのアクティブにトライしてみる、そんなまあ少女時代をね、過ごしておりましたけれども、でもあのやっぱりもちろんピアノはずっとね、その時もやっていましたので、まあ放課後はね、こうみんながまあ部活とか、ちょっと遊んでたりするのを横目に、まあピアノをね、こう一人で練習するみたいな、そんなまあ少女時代を過ごしておりました。まあでもそういうちょっと自然豊かな場所で育ったので、今でもやっぱりねこうなんか大自然の中に行くとか、なんかそういう空気に触れるっていうのはすごく好きで、なんだろう、畑の匂いとかね、なんかそういうのはすごく自分の記憶の中にあるので、本当自然の中にいる自分はすごく好きです。そして
もちろん今もピアノはまあずっとね続けていますので、まあ、もちろん練習は欠かさないですし、まあ、そこに今は作曲するっていう時間が増えたりとか、当時とその好きさは変わらないんですけど、やるなんか内容がどんどんこう変わってってるなっていうのは、そういうのはありますね。で、まあ、私の性格はもう至ってマイペースです。で、あと美味しいものが好き、旅が好き、いろんな興味を持つことはとことん突き詰めたいタイプ。まあそんな自己分析難しいですけど、そういう感じでしょうかね。今こうしてね、標準語でお話はしておりますけれども、兵庫県出身なので、上京してきた時はまあ19歳だったんで、もう東京にいる方が長くなってしまってはいますけれども、ちょこちょこ関西弁は出ると思います。まあ、先ほど心躍る瞬間として朝ドラのことをね、まあ、お話ししましたけれども、心躍る瞬間って多分来月このお話をするとまた違った心躍る瞬間が生まれてきてるかもしれないし、でもずっと心を躍った瞬間をずっと今もう噛み締めている、永遠に続く心躍る瞬間と、ポコポコポコって常に毎日ある心躍る瞬間ってあるんじゃないのかなと思う。なんか自分でも改めてお話ししていて、あんなことあったな、こんなことあるなとか、こうちょっと思い出に浸りながらお話しできるのでいいですね。なのでこれからは心躍る瞬間を心に留めておけるようなことをちゃんとしていきたいなっていうふうには思いましたね。来週からですね、ゲストの皆さんにも心躍る瞬間をですね伺っていきたいと思います。多分私にその心躍る瞬間があるように、たくさんの方にそれぞれ心躍る瞬間って終わりだと思うし、それをこうなんか聞いてみるっていうのはすごい面白いなと思うし、どんなことにキュンってきたのかなとか、どんなことに楽しいって思えたのかなっていうのは、もちろんそこで何かすごく共有できることもあるだろうし、ああそう意外だなって思うこともあるだろうし、まあドラマが面白いとか、この映画が面白いとかっていうのをやっぱ聞くと見てみようかなって、やっぱそういうところでこう教えてもらったことって常に大事にしたいなっていうふうに思ってますね。だからいろんなゲストの方が来てくださって、まあその中で自分の知らなかった世界が広がるかもしれないし、興味の幅がもっとなんかいろんなことにこう向いていくような、そういう期待ももちろんしていますし、なのでホストとしてお話を伺えるっていうのは私自身もすごく楽しみにしている時間です。では来週からはゲストをお迎えしていろいろお話を伺っていきたいと思います。リスナーの皆さんもぜひ楽しみに。松下奈緒がお送りしてきました東京 FM グランドセイコープレゼンツマイタイムマイストーリー。今月は私の心躍る瞬間、そして私松下奈緒についていろいろとお話をしてきましたが、11月は俳優の玉山哲司さんをお迎えしてお話をお伺いします。さあどんなお話が聞けるのか楽しみです。さてこの番組では毎月あなたの時間をよりプレミアムにする一品をプレゼントしています。今月はバルミューダザスピーカーです。インテリアにも馴染むスタイリッシュなデザイン、360度に広がる立体的なサウンドと音に合わせて光り輝く LED ユニットを楽しめます。こちらを1名様にプレゼント。ご希望の方は番組の感想とともにホームページからご応募ください。東京 FM グランドセイコープレゼンツマイタイムマイストーリー。この放送はラジコのタイムフリー、または音声配信アプリオーディからもお聞きいただけます。私とはまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は松下奈緒でした。